今回はね、Fトイズから出ているチビスケですね。戦闘機の F15 と F4 のものになります。まあ2個目ですね。これをねやっていきたいと思います。この間ね F15 が出たんで、今度はね F4 が出ればいいかな。 F15 っぽいですね。うん、この間と一緒だね。まあカラーリングまでね被ってないんで、まあ良かったかなと思います。1の B1 っていうことなんで F15J みたいですね。で、何かボーナスデカールっていうことでね、なんかたくさんついてますね。この間はねパーツが下にね袋でたくさん入ってたんだけど、今回はね全部ちゃんと収まってますね。何か違うパーツがあったのかな、形が違うとか。まあそんな感じっぽいですね。じゃあ早速ね作っていきましょうかね。じゃあまずはね、土台というかスタンドからね。まあスタンドがねしっかりしてた方がいいんで、まあ一番最初にね自分は作っちゃいます。タミヤの流し込みタイプね。まずはどっちにしようか、胴体にしようかな。うん、いけるね。で、キュッと、オッケー。で、翼だね。やっぱりこの間のとはパーツが違うね。ここのね、パーツが別になってたんだけど、これは一体式になってます。これも一応塗っとこうか。ギュッと、オッケー。でこっちも一応塗っとこうかな。で、ちょっときついかも。まあでもいけたね。オッケー。でそしたらまたね、ここの溝の大きさが違うから、はまる方にしかはまらないと。キュッと。で、もう一方も。今回はねちょっとパーツが少ないね。日本の機体なんで、まあミサイルとかがね乗ってないっていう感じだね。ノズルも接着剤をつけて、キュッと、反対も接着剤をつけて、で、OK。大体できてきたね。あとはノーズね。ノーズを、これも接着剤つけようか。別にね、もともと動くキットとかじゃないから、接着剤ね、つけてあげて、つけるといいかなと思います。意外とね、前回作ってみて、塗装が溶けなかったんでね、接着剤つけちゃっていいかなっていう感じですね。で、あとはね、キャノピーをつけるだけなんだけど、ここね、見える？塗装がちょっと剥がれちゃってるよね。なので本当はね油性じゃなくてちゃんと塗料で塗った方がいいんだけど、まあこれでねピッピッとごまかしてあげるよと。これだけでもだいぶ目立たなくなります。まあそしてね、このキャノピーかぶせちゃうからね余計にわからなくなると思います。で今回もねキャノピーは接着しません。ちょっと押し込むような感じでキュッと、これで完成と。であとはデカールだね。
じゃあね、デカール貼っていこうと思うんですが、今回はね、いろいろデカールが選べます。デカールね、いろいろ選べるようになってるんですが、今回はね、この飛行開発実験団っていうのかな、これを貼ってみようかなと思います。まあ番号とね、尾翼のマークが違うっていう感じだね。で、今回はね、タミヤのデカールのり使ってみようかなと思います。これだとね、透明だからシミにならないんじゃないかなっていうのもあるし、のりの強さがどうなんだろうっていうのもね、あって、ちょっと使ってみようかなと思います。あ、粘度が高い感じがするから、のりとしては強いのかな、こっちの方が。クレオスのはね、シャバシャバの液体なんだけど、タミヤのは本当にのりっていう感じがするね。で、この辺りだね。で、綿棒で真ん中を押してくるっとくるっと、ちょっとずれちゃった。まあ大丈夫でしょう。はい、こんな感じと。たら裏面もかな。タミヤのね、デカールのり印象はいいかな。で、真ん中をまっすぐ押してあげてね。で、それから転がしてあげる。真ん中を押して転がしてあげる。そうすると、まあ、ずれないよと。で、次が日の丸と。日の丸なんだけど、この辺りか。で、まあこんなもんかなと。よし。で、反対側もちょんと。こんなもんかな。で、一応ソフター塗っとこうか。タミヤのノリね、結構いい。いいっていうか、うん、いいね。で、そしたら、よくわかんないデカールなんだけど、ここ。こんな感じね。で、次ね、日の丸なんだけど、上下左右同じ場所だし、このね、パネルラインのこの継ぎ目のところだからちょうど分かりやすいね。ちょん、見えない。ちょん、ちょん、こんな感じかな。で、キュッと、キュッと。で、まあこんな感じと。裏も一緒だね。表からね、貼ってあげると尾翼の関係で触らなくて済むからね、いいんじゃないかなと思います。裏側はね、割とフラットなんで、まあ手で触っちゃいやすいかなと。で、キュッキュッと、こんなもんかな。綿棒でキュッキュッと。
で、OK。で、あとは尾翼か。番号からいこうかな。この辺りかな。ちょっと斜めってるか。はい、こんな感じと。で、そしたら裏もだね。こんな感じ。ちょっと曲がってるか。OK かな。OK だね。で、あとはマーク。こんな感じかな。ちょっと角度が悪いか。こんな感じだね。で、裏も、うん、こんな感じかな。で、これも水をね抜いてあげると、あ、ちょっとずれた。で、こんな感じかな。で、ソフター塗ってないところにね、ソフター塗っていこうかな。本当は一個一個やった方がいいのかもしれないんだけど、なかなかね。で、しばらく置いたらソフターはね拭き取ってあげる。尾翼もねソフター塗りました。で、 OK かなーと。ピントこの辺か。 OK ですね。そしたら最後これね、スタンドをつけて完成と。おー、かっこいいね。で、前回ね作ったのと並べてみました。こんな感じですね。なんだろうな、デフォルメされた食玩とはいえ、まあ絶妙な感じですね。かっこいいですね。ということでね、まあ、飾っておいてもいいと思いますし、子供にもね作りやすいキットだったんでおすすめだと思います。この動画ね気に入った、また見たいっていう方はね、グッドボタンとかチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。コメントの方もねいただけると嬉しいので、気軽に書いていってください。